はい。えー、皆さん、こんにちは。タだビぶです。学を担当してます。おまたと申します。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、今日扱う内容は、えー、直線の方程式のところになります。で、えっ、ー、と、一応ですね、直線の方程式が1番と2番というふうに2つあるんですけど、えっ、ー、と、まず1つ目の方はですね、まあ、こうやって点が1個与えられてて、傾きが、点と傾きがある場合ですね。まあ、こうやって座標が1個、 通る点が1個与えられて、傾きが与えられると直線は1つ定まるということがあるので、まあちょっとここ読んでいくと、まあ今言ったように点を通り、点 X1Y1 を通り、傾きが今の直線の方程式は、この形で表せますというものと、あとですね、まあ X1Y1 を通り、X 軸に垂直な、まあこうやって簡単に、簡単に書いておくと、まあ X1Y1 っていうのを、 こう X 軸の垂直な直線ですね。こういう。直線は、まあ、X イコール X1 と表せるというふうに書いてます。で、まあ、こっちは傾きがある場合で、こっちがまあ傾きがない場合の話になってるんですけど、まあ、ここに関してね、ちょっと細かく今から見ていこうと思います。はい。というわけで、じゃあね、えー、今の直線の方程式の一つ目のこれですね。これがまあどういうふうに作られるかっていうのを、 簡単に説明していきたいと思うんですけど、でまあ点 A、X1、Y1 を通る直線の方程式ですね。まあ、先ほど、5番に書いてあったような形で、こういうふうな、X1、Y1 を通る、これ傾きが M の直線 L。L は傾きが M です。で、この直線上の、まあ2位の点、こうやって取ったときに、 p, x, y っていう風に。直線 L 上の2の点ですね。えっ、ー、と、x, y, 1は座標 A です。で、この時に、えーまあ今、a と p が異なる場合考えてるんですけど、p が、a と違う場合ね、場所が違う、まあ a と p が異なる場合の時に考えてるんですが、まあこの時に何が、 どんな関係式が成り立つかっていうのを考えていきたいということなんですね。で、この時に常に成り立つのは、これ AP の傾きが M ってことが常に成り立ちますね。AP の傾きは常に M になると。いうことなんで、じゃあ AP の傾きっていうのは、これ X の増加量が X-X1。X で、えっ、ー、と、y の増加量が、えー、y 引く y1 ですね。なので、まあ、傾きは x 引く x1 分の y 引く y1 と表せると。で、えー、これイコール m ですね。まあ、これが、この l 上の点表をこうって取ったときに常に成り立つ、えー、関係式になります。なので、これを、ま、分母払うと y 引く y1 イコール m かっこ x 引く x1 と、 なって、え、先ほどね、黒板に書いてあった式が作られるということですね。で、ちなみにこれ今、P と A が異なるとき考えたんですけど、じゃ P と A が一致するときはどうなるのかなって話なんですが、まあ、P が A に一致するってことは、P の座標は、え、X1、Y1 ということになります。P が A に一致するということ。で、そのとき考えてみると、えー、まあ、P が X1、Y1 だと、まあ、ここに、 えー、まあ、代入すると、まあ、成り立つんですね。P が A に一致するとき、P と A が同じ場合でも、この式は成り立つんですね。この式成り立ちます。なので、えー、この式は、えー、X1、Y1 を通る、傾き M の直線の方程式、傾き M の直線の方程式を表していると、えー、いうことになります。 でちなみにですね、今、傾きがこうやってあるときをやったんですけど、L が X 軸に垂直であるとき、まあ、先ほど2つ目の方の、黒板に書いてあった2つ目の方の式なんですけど、まあ、これに関しては、X1, Y1 という点があって、X 軸に垂直な直線ですね。はい。でまあ、ここ上の点 X1、あ、XY とすると。 まあこの点 P に関して、これ常に言えることは何かっていうと、これ X 座標が常に X1 で一定であるということが言えますね。ここ上の、この直線上の2の点 P は、X 座標が常に X1 で一定であるということが言えますので、式としては X イコール X1 というふうになるということですね。はい。というわけで、え、まあ、先ほど黒板で書いてあったような、 え、形で式が、え、まとめられるということになります。はい。ということでですね。まあ、今のお話を踏まえて、この1番と2番の式ね。まあ、これちょっと、あの、覚えてもらって、え、で、実際に、まあ、あの、問題の中で使えればいいなと思いますので、それではですね、この式を使った、え、問題を、え、1題解いていきたいと思います。はい。というわけで、じゃあ、1番ですね。まあ、さっき書いてあった式は、 こういうふうに書けるので、カッ1番は、点23を通り傾きが3ってことは、y-3 イコール傾きが3なんで、x、x-2 と。といとで y イコール3 x 3ですね。6足す。はい。というのが、まず、カッ1番の答えになります。次、括弧2番ですね。52を通り x 軸に垂直ということで、 えー、さっきあったのは、x イコール x1 だったので、まあ、一応これ書いてもすぐわかります。5に通って、x 軸に垂直なんで、まあ、こういう直線ですね。はい。なので、これは、ま、x イコール5というふうに書けます。はい。次のテーマに行きたいと思います。はい。というわけで、じゃあ次ですね。えー、直線の方程式2つ目で、 えー、異なる2点を通る直線の方程式は、まあ、これと、こういうふうに書けるということです。えっと、例えば、x1,y1。こうやってね、2点通る点が分かると直線は1つに定まるんですね。まあ、さっきは通る点が1個と、傾きが分かると1つ定まるという話だったんですけど、今度は、えー、まあ、通る2点が分かれば直線は1本に定まるよねという話で、これを、 式にするとどうなりますかという話になります。で、異なる2点 x、x, 1 y, 1, x, y, 2を通る2点、直線の方程式は、まあ、こういうふうに表せるということですね。はい。で、まあ、ここに関しても、ちょっと先ほどと、まあ同、同様、にちょっと解説を入れていきたいと思います。はい。というわけで、じゃあね、ここを考えていきますね。はい。異なる2点 a、a, x, 1 y, 1, b, x, y, 2を通る直線の方程式を考えるということで、 と、x1, y1.x2, y2. はい。で、まあ今、x1 乗ってこれ x2 なんで、えっ、ー、とまあ、この x 座標が、まあ一緒でない場合ですね。a と b。あとこういう場合考えると、え、傾きは、これ x2-x1. で、こっちが y2-y1 なんで、まあ、ちょっとさっきのね、直線の方程式の一つ目のところも使うんですけど、まあ、これ m が x2-x1 分の y2-y1 と考えられるので、まあ、先ほどの式の、先ほどの式っていうのは y-y1 イコール、この式の、えっ、ー、と、m がこの場合っていうのを考え、これである場合を考えればいいので、y-y1 イコール、 えー、x2-x3 の y2-y1。かっこは x-x1 ですね。まあ、ここを、えー、m がこの場合を考えているということですね。はい。で、次ですね。まあ、x1 イコール x2 のとき。ってことは、まあ、こうやって x、y0 としたときに、まあこう、これ x1、y1 やって、まあ、x2、y2 があこの x1 と y1 が、 同じ時なんで、まあ、こういう直線ですね。まあ、X 軸に垂直な直線になります。でこの時え、常に成り立つことは何かっていうと、まあ、X イコール X1 となりますね。ということですね。まあ、X イコール X2 でも大丈夫です。はい。こんな感じになります。ということで、まあ、一応この直線の2点与えられて直線が1つに定まる場合は、まあ、こんな形で、えー、 まとめることができます。ということになります。そしたらですね、これを使って、問題をね、解いていきたいと思います。はい。というわけで、じゃあ、問題いきたいと思います。今のね、えっ、ー、と、ちょっと複雑な、だと思うんで、こっちは書いてあります。で、まあ、どちらでもいいですね。こっちは x1、y1 としてもいいですし、こっちは x1、y1 としてもいいですね。 まあ一応じゃあ、このまま順番通りに x3y1 と置くとすると、括弧一番は y、y 引く3イコール y、y 引く y1 イコール、x2 引く x1、マイナス1引く、マイナス5、で、マイナス13引く、3ですね。で、x 引く x1 なんで、引く、 マイナス5で足す5になります。こんな感じになります。そしたら、y 引く3イコール、え、ここは5で、え、4分の、マイナス16、x 足す5ここ約分して、y イコール、マイナス 4x 引く20に足すんで、引く17。 となりますと。はい。じゃあ、カッコ2番ですね。カッコ二番は、これ草表一致してるんで、まあ、ここに関しては、まあ、こう図書いてしまえば、またわかりやすいかなと思うんですけど、マイナス2、三っていうところと、マイナス2、マイナス七。 これを結ぶ直線。で、この式の、えー、直線の方程式なんで、x イコール、まあ、マイナス2ですね。となります。ということで、はい。まあちょっとですね、あの、最初の直線の関係式の、まあこういう風うにできるよっていうのが難しかった人もいると思うんで、えー、まあここはですね、まああの、最終的には、えー、公式を、今直線の方程式、まあ一つ目と二つ目を覚えて、 まあこういうふうに問題を解けるようにしてくれればいいので、えー、まあ余裕がある人はですね、ちょっと先ほどの話も理解してもらえるとまあいいかなと、ここは思います。ということで、今回はこちらで以上にしたいと思います。それではお疲れ様でした。え今日解説した内容は、えー、自分で解けるようになるまで何度も何度も解き直してみてください。えー、それでは本日はお疲れ様でした。